はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、元モーニング娘。YouTuber がですね、モンスターアイドル、そしてですね、モンスターアイドルで生まれたですね、豆柴の大群についてですね、自身の YouTube の動画の中でですね、ある言及をしたんですね。はい。そしたらですね、その結果ですね、怒りを買ってしまったわけということをですね、今回は話していきたいと思います。はい。まずですね、詳細を先に話していきたいのはですね、豆柴の大群といえばですね、水曜日のダウンタウンの中にあるですね、クロちゃん、クロちゃんという芸人さんがですね、アイドルをプロデュースするモンスターアイドルというですね、企画から生まれたですね、アイドルなんですけども、今ですね、豆柴の大群はですね、本当勢いが半端ないんですよね。CD を出せばですね、初週でオリコン、1位を取り、そしてですね、YouTube のですね、PV、ミュージックビデオですね、はですね、すでに1000万再生くらいいってるんですね。やっぱりですね、水曜日のダウンタウンっていうのがですね、とにかく現代においてはすごくキラーコンテンツですから、そこでですね、毎週何回もね、時間をかけてですね、しかもクロちゃんっていうですね、これまたですね、今めちゃくちゃ売れてる芸人さんがプロデュースすれば、当然これくらいいくかなっていう感じはしますよね。今はですね、結局クロちゃんはですね、番組の流れ上ですね、プロデューサーを外れて、ビッシュとかが今いるですね、ワックっていうね、これまためちゃくちゃ勢いのある事務所に所属してですね、で、今頑張ってるわけなんですけども、言ってみたらもう売れるのはかまあ、すでに売れてますし、これから先もどんどんね、駆け上がっていくのは確定してるって感じのアイドルですよね。はい。でですね、こんな豆柴の大群についてですね、もっと言うとモンスターアイドルについてですね、言及したですね、元モーニング娘。YouTuber がいるんですよ。で、この方誰かというとですね、尾形春奈さんという方なんですね。尾形春奈さん。現在ですね、20歳か21歳か、大体そのくらいの年の方なんですけども、この方ですね、元モームスなんですよ。モーニング娘。を卒業されて、今は一般人をされている方なんですね。はい。であって、プラスアルファとして今 YouTuber をやられてる方なんですよ。でですね、チャンネル登録者数としてはですね、約2万人くらいですかね。はい。で、その動画の中ではどんなことを喋ってるかっていうと、言ってみたらこのモンスターアイドルや豆柴の大群についての感想だったりですね、もしくは自分が理想とするアイドルはどんなのかとかね、あと自分がもしプロデュースするんだったらこんなアイドルを作りたいなみたいなね、そんなことを語ってるんですね。どうですかね、皆さん。これがですね、一連の流れなわけなんですけど、今ここを聞いただけで言うとですね、なんでそれで炎上すんの、なんでそれでファンの怒りを買ったのみたいなことって思うじゃないですか。でそれはですね、これある一つ重大なわけがあるんですね。はい。というのは何かというとですね、この尾形春奈さんが変なやめ方を、変なやめ方っていうとあれですけど、要はですね、ちょっとですね、ファンの人たちにとってはですね、違和感の覚えるやめ方だったりとか、その後の活動をしていた結果ってことなんですね。で、その結果ですね、要はその尾形さんに対してですね、お前がアイドルを語るんじゃねえよ、お前があんなことしといてアイドルがどうこう言ってんじゃねえよみたいな、気持ちがですね、みんなの中でふつふつと湧いてしまって、その結果怒りを買ったってことなんですね。はい。じゃあ具体的にですね、尾形さんが一体どんな行動をしてファンの怒り、怒りと言いますか、なんとなくなんかなってこのモヤモヤを買ってしまったかということなんですけども、尾形さん自身はですね、モーニング娘。にですね、4年間、結構短いですよね。モーニング娘。ってですね、他のアイドルグループと比べてですね、在籍期間がすごく長いイメージってありますよね。それだけですね、多分会社の方とかも手厚くですね、ちゃんとね、メンバーのことを思ってですね、いろいろ仕事振ったりとか、いろいろなですね、サポートしてあげてるんだとは思うんですね。それだけ長くみんな続くってことは。で、そんだけですね、在籍期間が長くて有名なモームスの中でですね、尾形さんはですね、たった4年で辞めちゃったんですね。本当モームスの中、モームスの歴史で言えば本当に短い方だと思います。はい。で、なんで辞めてしまったかというとですね、そもそもこの方はですね、短大に行きつつアイドルもやってたらしいんですね。要は学業と並行してやると。で、この辺もですね、その会社の方がですね、きちんとそれを許してスケジュール管理とかしっかりしてあげてたと思うんですね。でですね、そんな中ですね、その学業を優先したいということで2018年に、モームスの卒業を決意したわけですよ。よく聞く話ですよね。理由としては、アイドルの方でよくいるじゃないですか。で受験が近いからもうアイドルを卒業したいとね、これで区切りをしてみたいなね、よくある、もう本当この辺についてあるあるじゃないですか。はい。ただこの後なんですよね。実際問題ですね、ファンの人たちっていうのは本当に温かい人たちが多いですから、それをですね、笑顔で、言ってみたら送り出してあげたわけですよね。ぶっちゃけですね、絶対僕思うのは、ファンの人たちからすると、もう卒業しちゃうのとかね、そうか、学業の方に行っちゃうのか、残念だなって思ったはずだと絶対思うんですよ、僕は。どう考えたってファンからしたらいてくれた方が嬉しいに決まってますからね。ただやっぱりそこは、そのアイドル、推しのアイドルのことを本当に考えて分かった、あなたがね、学業を優先する、で、それでモームスをたった4年しかいなかった、でも辞めたいと言うんだったら僕たちはあなたの背中を押すよ、応援するよって思って、笑顔で送り出したわけですよ。この辺はですね、ファンの懐の広さっていうか深さっていうんですかっていうのがよくわかりますよね。
でですね、そんな風にして2018年にですね、尾形さんはですね、辞めたわけですよ。もうそう。にもかかわらず、辞めたたった1年後ですよ。たった1年後に、今その段階では別に何か事務所に入ってるとかではなくて、普通のですね、女子大生なんですけども、その段階で YouTube を始めたってわけなんですね。で、それについてファンの人たちが、おやおやってなったわけですよ。学業優先したい。つまり、そのアイドルを辞めて、完全に私は一般人に戻るんだよっていう風に言ったのに、結局人前に出るような仕事を取るの？結局芸能人的なことをやるの？で、もっと言うんだったら、モームスの時のですね、まあ、言ってみたらですね、モームスの時にですね、得た知名度や、ね、自分のですね、その影響力とか、そういうものを利用して結局お金を稼ぐの？モームス辞めたのに、モームスの、そのですね、得たものを使うの？それってどうなの？みたいな感じで、みんなの中に違和感がなってしまったってことなんですね。まあ、もちろんですね、僕は YouTuber イコール芸能人っていうのはですね、ちょっと飛躍しすぎな気もしますけど、でもやっぱりですね、普通のですよ、何にも今までしてこなかった、ただの女子大生が YouTuber になるんだったら、それはね、一般人みたいな風にカウントしていいと思うんですけど、尾形さんみたいにですね、モーニング娘。っていう、ある意味国民的アイドルグループですよ。国民的アイドルグループ。そこに所属していた人がですね、YouTuber をやるっていうのは、これも芸能人活動の延長線上にあると捉えられても全然間違いはないですよね、やっぱり。いくら、もう事務所に入ったって私は一般人なんですって言ったって話じゃないですか。で、やっぱりもっと言うとですね、ファンの人たちからすると、学業優先って嘘だったの？っていう風に思っちゃうわけなんですね。感覚としては。だからこそですね、尾形さんはもし辞めるんだったらですよ、私はね、アイドルを辞めるんじゃなくて、別の活動方法で、なんかこう、人前に出る仕事がしたいですって言って辞めるとかね。もしくはもっとはっきりと、YouTuber とかインスタグラマーになりたいですとかね。もしくは、インフルエンサーになりたいから辞めますとかね。もしくは、こう、やりたいことが変わりました。ね。また別の形で皆さんの目の前には、現れたいと思いますが、そういう風にですね、はっきり言えばよかったんですよね。それがまるでですね、アイドルそのものをやめる、私はもう学業を優先したいから、こうやって人前に出る仕事そのものをやめたいんだみたいな雰囲気を出しておいたにもかかわらず、結局それやってるんかいっていうところで、まあ言ってみたら怒りを買ってしまったわけなんですね。で、そんなモヤモヤが残ってた状態でですね、今回尾形さんが、私が思うアイドルとは、理想のアイドルとはみたいなことを語り出したから、みんながこう思ったんですね。先ほども言った通り、お前がアイドルを語るんじゃねえよっていう風にみんなが思ったということなんですよ。ね、で、そこでですね、まあ言ってみたら、まあコメント欄に賛否両論、まあなんだったらピの方が多いかな、くらいのが入ってですね、まあ言ってみたらちょっとした炎上が今起きてるってことなんですね。でですね、これをした時僕が思ったことっていうのはですね、実に現代的なね、なんていうのがトラブルだなと思ったんですよ。というのは何かというとですね、今の時代っていうのは本当に個人で誰でもこういうふうに YouTube だったりとか、いろんなですね、まあ SNS を使ってですね、発信できる時代ですよね。ってなってくるとですね、やっぱり一番大事なのって何かっていうと、実力も大事かもしれませんけど、もっとですね、重要視されるものは知名度なんですよね。影響力なんですよ。ってなると何が起きるかっていうと、やっぱりですね、モーニング娘。みたいにでっかいアイドルグループに所属してた人たちっていうのは、まあ言っちゃなんですけど、もしもアイドルを辞めても全然食い縁があると思うんですね、自分で発信できれば。例えばですけど、まあモームスじゃないにしろですね、欅坂だったりとか、まあそういう坂道系のグループだったりとかね、もしくは AKB の方も割と人気ある人だったら、フォロワー数がですね、だったらそんなに、まあ世間一般的には知名度なくても、フォロワー数が10万人超えてる人ぐらいって全然いるじゃないですか、 Twitter とか。ってなるとですね、今の時代っていうのは、そういう人たちは辞めてもですよ、辞めても自分で YouTube チャンネルを立ち上げたりとか、オンラインサロンを立ち上げたりとか、クラウドファンディングをしたりとかすると、簡単にお金が一般人より集まるわけですよ。つまりもうちょっと分かりやすいかとすると、昔はですね、アイドルなんて辞めたらね、仕事なんか辞めたら潰しなんて聞かない職業だよって言われてたら、僕は今の時代そんなこと全然ないと思うんですよ。一定数のファンをしっかり囲っておけばですね、全然辞めた後ですね、食っていける時代だと思うんですね。で、だからこそですよ、だからこそ今回の尾形さんみたいにですね、一見アイドルというものをやめまして、私はもう人前に出る仕事をやめましたよみたいな雰囲気を出しつつもですね、やっぱりね、簡単にですね、やっぱりあの頃の知名度とかを使って発信できるね、機器もあるね、簡単にお金も稼ぎやすいってなると、やっぱりそこにね、しがみついてしまうアイドルってやっぱめちゃくちゃ出てきちゃうと思うんですね。いや、なんだかんだ言って結局何かしらやってるじゃんみたいなね。だって簡単にできるんだもんね、簡単にできるんだもん。それが全然できない時代だったらだけど、簡単にできる機器もあるし、簡単にできる時代だから。ってなると、やっぱり尾形さんみたいなことをしちゃうアイドルっていうのは今後もいっぱい増えていくんだろうなと思うんですね。
まあ、ある種ね、ある種、まあ、ファンからすると嬉しい部分もあるかもしれませんよね。やめた、やめたとか、なんやかんや、だって結局なんやかんや人前にみんな出てくるってなると、まあ、それはそれで嬉しいかなと思う人もいるかもしれませんけど、やっぱりですね、その涙をこらえてですよ。涙を飲んで、本当は卒業してほしくないと思うけど、いやでもそれだけ言うんだったら、わかった、頑張ってくれ。新しいところであなた一生懸命頑張ってくれ、背中を押すよって押し出したファンからすると、なんかちょっとね、違和感というか、そういうのを持つ人がいるのも、しょうがないかなと思いますね。そしてそんな人がやっぱりアイドルを語ってたらね、そりゃねってね、僕は思います。はい。そんなわけでですね、この話にちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。